市川猿之助、緊急交番で、オ倉ラ天キアマ主演作、緊急取調べ室、をソリマチタが救う。引退気配猿之助の代役、濃厚情報。両親に抗生新薬を服用させ、として自殺幇助の罪で起訴された歌舞伎俳優市川猿之助、本名、木下隆彦被告、47の東京地裁での初公判が、 10月20日に決定した。基礎上によると、自殺を手助けするため、東京の自宅で5月17日、父親で歌舞伎俳優の市川段次郎さん、去年76と母、母杉野志信子さん、去年75に抗生新薬を服用させ、死亡させたとされている。事件の発生時は、猿之助が座長を務める歌舞伎、市川助奮闘歌舞伎公演。 の開催期間中だった。突然の座長の逮捕に一座は騒然。それでも、いとこで歌舞伎俳優市川中車、香川照之57とその息子である市川断子、公演は無事フィナーレを迎えた。<laughs> その一方で、円之助被告が容疑者役で出演していた、天見勇う五56、主演の映画、緊急取調べ室ザファイナル。 の6月16日に予定されていた公開は延期に。公開予定はその後も未定のままになさやかれた。一部スポーツ紙などの報道によると、早ければ12月にも取り直しがスタートするというが、配給元の東方からの正式発表はないままだ。テレビ朝日で4シーズンにわたって放送された人気ドラマの完結版。 待ち望んでいたファンや関係者も多かった。<然>同作は、天海さん演じる主人公の捜査官と、容疑者が取り調べ室で繰り広げる心理戦が見どころ。今回、猿之助被告は内閣総理大臣役で、天海と対峙するシーンも多いことから、出演シーンカットなどの対策は、大役での追加撮影しかなかった。当初、大役には、 2022年8月発売号の週刊新調新調社で銀座のホステ姿スを消した香川さんの名前も急浮上。猿之助被告に息子の歌舞伎会入りで恩義を感じている香川さんが引き受けるのではと思われたのですが、制作会社関係者。